皆さん、こんにちは。いつもご視聴ありがとうございます。川栄李奈さんが3代目ヒロインを務める NHK 連続テレビ小説カムカムエヴリバディ。2022年3月31日放送第107回。ルイ・深津絵里さんは、イサムおじさん、目黒祐樹さんの妻、ゆきえ、滝川由美さんが入院したことを知り、岡山の病院にお見舞いに行きます。そばでイサムが見守る中、ゆきえは、木島家に女中として入っていた当時を振り返りながら、ルイの母、安子に対して、長年抱き続けてきた思いを打ち明けます。当時、安子とルイが、木島家から一度出て行き、イサムの母、緑が寂しがっていたため、ゆきえは、安子さん言う人は、ひでえ人じゃ、と思っていたのだそうです。そんなある日、安子がルイを連れて、木島家に戻ってきます。ゆきえは、イサムと親しくしていたことに嫉妬し、ルイを木島家に残して、一人でおはぎを売り歩くようになった安子の姿を見て、どうしてそこまでしないといけないのか、と感じていました。そして、ルイから、なんでお母さんと一緒におはぎ売ったらいけんの?と聞かれて、安子さんは諦めたんじゃと思います。女手一つで、ルイちゃんを育てることを諦めて、木島の家にお返ししようと決めたんじゃ思います。と答えてしまったゆきえ。この言葉は、放送当時、呪いの言葉として、かなり話題になっていました。あの時、寂しそうなルイちゃんの顔を見よるうちに、意地の悪い、どすぐれい気持ちが、腹の底から湧き上がってきた。痛い気なルイちゃんに、ひでえこと言うてしもうた。私があげえなこと言わなんだら、もしかしたら、安子さんとルイちゃんが、離れ離れになることもなかったかもしれん。ずっとそねえな気がしとった。と、後悔しながら生きてきたことを、涙ながらに打ち明けるゆきえ。ルイは、そんなゆきえの手にそっと優しく、手を添えると、もう、自分を責めんといてください。みんな、間違うんです。みんな、と、寄り添うような言葉をかけ、涙を流すのでした。そしてその言葉は、自分に言い聞かせているようでもありました。その日から、ゆきえは毎朝、大好きな朝ドラを、ありがとうよ。わしの嫁さんになってくれて、と言ってくれたイサムと、一緒に見て穏やかに過ごし、しばらくして、安らかにこの世を去ります。SNS 上では、最後に、ゆきえさんの思いが聞けてよかった。今日のカムカムは泣けた、ゆきえさんも、いろんなもの抱えて辛かったんやね。ゆきえさん胸の使えていたもの言葉にできてよかった。ルイちゃんと心通わせ合えて嬉しかった。誰だって間違うんです。心に響くねえゆきえさん。泣き。朝から、夫と二人で泣いてる、ゆきえさん。最後にルイちゃんに話せて、よかった。イサムちゃんも、ちゃんと、ゆきえさんに、ありがとうが言えてよかった。若き日のゆきえさん、意図して、あの言葉を言ったんだね。ゆきえさん、ずっと謝りたかったのね。ルイにも、安子にも。ゆきえさん、許されてよかった。ずっと苦しかったですね。なんであんなにツンツンしたゆきえさんやったかがわかった。泣くわ。こんなん。といった声が寄せられていました。演出を担当された深川隆氏は、このシーンについて、滝川さんが、どんなお芝居をしてくださるのか楽しみでした。今はコロナ禍であまりリハーサルもできない中、滝川さんが持ってきてくださったお芝居は、ゆきえの後悔を描くものでありながら、ルイさん側に立った素晴らしいものでした。僕がすべきことは、この鮮度をどれだけいい状態で切り取るか、それだけを心がけました。と、滝川さんに、全幅の信頼を寄せていたことを渡します。さらに深川氏は、目黒さんと深津さんの演技についても絶賛します。滝川さんが全体を引っ張ってくださっていたのですが、それを受ける目黒さんの佇まいから来る、
夫婦関係、さらに深津さんの受けの芝居も素晴らしかった。ルイさんは幸恵さんから言われたこと、さらには安子さんとのいきさつなど全てを鮮明に覚えていたと思います。でもそれをあまり出しすぎると幸恵さんを責めてしまうような視線になってしまう。そこで幸恵さんに優しい目を向けることで、劇中で描かれていなかった幸恵さんと幼少期のルイさんの過ごした時間が決して悪いものではなかったと想像してもらえると思ったんです。一方でハリウッド映画サムライベースボールが日本でも公開され、映画村の人々は時代劇の人気を取り戻すきっかけになればと期待していました。そんな中、道場で雑巾掛けをしていた日向のもとに兄平川、森山良子さんが姿を見せます。兄は以前日向に差し入れでもらった回転焼きが美味しかったことから、どうしてあんなに美味しいのかしらと不思議がります。すると日向は、それはおまじないをかけているからです、母から教わりましたと答え、お母ちゃんと一緒に小豆を炊きながら唱えているあんこのおまじないを英訳して聞かせます。日向が英語でおまじないを再現していると、兄の表情が一変、突然取り乱すように、話の途中にもかかわらず、ありがとう、ごめんなさい、もう行かなくちゃと靴も履かずに慌ててその場から逃げるように出て行ってしまいます。その慌てっぷりに SNS 上には、やっぱり兄平川は安子なのか、兄は安子よね、もう来週まで何も考えない、おまじないの意味がわかる人他にいるかな、おまじないを聞いて取り乱す人はよっぽどですよ、いやもう兄イコール安子でしょう、これで違ったら本当にやりすぎといった声で溢れていました。そして大月家では、お母さんに謝らなあかんのは幸恵さんやあらへん、あたしやと母への思いをますます強めるルイ。その様子を見て丈一郎は、クリスマスジャズフェスティバルのステージに立ってオン・ザ・サニー・サイド・オブ・ザ・ストリートを歌ってみないかとルイに提案します。届くかもしれへんで、あの特別なステージで歌うサニーサイドやったら、お母さんに、と。幼い頃、母、安子から聞いた子守歌のような曲、ジョーさんと海辺で一緒に歌って共鳴した曲、娘の日向が失恋した時に歌ってあげた曲、サニーサイド、丈一郎からの提案に、一人思いを巡らす、ルイなのでした。ここからは、ネットの声をご紹介します。今日の放送は、朝から涙でした。みんな間違うんです。この言葉は迷っている人、後悔している人にとっては、寄り添う優しい言葉です。生きていく中では、みんな間違いも多いけど、また、前に進む気持ちを取り戻せればよい。優しくて力強い応援の言葉ですね。どす黒い気持ちから出たどす黒い言葉だった。50年ぐらい経ってやっと許されるようなひどい言葉だった。幸恵の苦しさと同様に、むしろそれ以上に、安子に対して、I hate you と言ってしまった苦しみと後悔を抱えているルイの心を、あと1週間で癒してもらいたいものだ。やはり幸恵が悔いてたのは、幼かったルイに言ったあの言葉でしたね。最後は、イサムと二人で時間を過ごせて、悔いなく旅立つことができ、よかったと思います。兄が安子、日向が、あんこのおまじないを英語で話し、兄がうろたえた姿が決定的のように思えて仕方なかったです。知的感情は、上白石さんが安子、と思ってましたが、森山良子さんの兄も受け入れたいと思います。幸恵さんが若い頃は、この人、意地悪、と思ってましたが、そうですよね。みんな人間ですから、間違うし、意地悪にもなります。幸恵さんは、それを抱えて、ずっと悔やんでたんですね。
イサムちゃんは、ちゃんとユキエさんのこと、大事にしていたようで、いいご夫婦に見えました。あと一周、しっかりと楽しみます。長男の嫁に嫉妬したり、その娘に悪口みたいな言葉を吹き込んだりしたら、他の作品なら、容赦なく叩き出されてるとこだよね W。実際、安子とサンタに、遺産目当てや思われても仕方がない。と言い放った時は、イサムも激怒してたし。イサムさんと桃太郎くんがキャッチボールしている時に、好きな人には後回しにせずに告白しないとダメだと言っていたから、まだ安子が心の中にいるのかなと思ったが、イサムさんが、ユキエさんに、ありがとうよ、わしの嫁さんになってくれて、と言ったので、なぜか何かがすっきりして、よかったね、と誰に対してか思った。ユキエさんも辛かったのね。滝川さんと目黒さんの演技でぐっと締まりました。どちらにしろ、あの頃、安子は、木島の家にはとどまらなかったでしょうね。兄は、やはり安子ですね。日本語を徹底して話さない安子の決意は強かった。せめて、おまじないは、日本語で喋ってほしかったな。普通の女の子を演じた川栄さん、ぴったりだった。悔しいのは文ちゃん。侍なら、日向を幸せにしてほしかったわ。森山さんも、とっても品があって、原色のファッションがお似合いでうっとり。こんなに揺さぶられ、毎朝楽しみな朝ドラは久しぶりです。来週は、感動の涙、涙かな。こんなことぐらいで許せるわけないだろ。と、現実なら思いそうだけれども。人を恨んだり憎んだりして生きるのは、すごくエネルギーのいることだし、他人に、負の感情を向けることで、自分も傷つくわけだし、現実に、ルエの立場になったら、懺悔を受け入れて許す人も多いのかな。衝撃の、愛、兵中から、私岡山を出る、前向きまでの間、ルイが、どんな日々を過ごしたのか、今になってみれば、そこが、とても気になる。ユキエさんの最後の言葉に、ルイの安子に対する思いが、さらに強くなった。その姿を、ジョーは、サニーサイドを歌ったらどうか、と勧めた。舞台は岡山。ルイもジョーもそして安子も、一番の思い出があるところ。ここで、アニー、ルイ、日向のヒロインが一同する。アニー、もうルイはあなたを責めないよ。もう、三人で手を携えて、日向の道を歩いてください。なんとなく先が見えてきた感じ。岡山でのクリスマスコンサートで、ルイが歌う。おそらく、ジョーのトランペットも復活する。ルイと安子が再会する。あとはアニーが安子なのか否かだね。あまりにも、アニーが安子と思わせる場面が、やたら多いのが気になるけど。素直に受け止めれば、アニーイコール、安子なんだけど、この脚本家のことだから、最後に、あっと思わせるような安子登場という、可能性も残される気もする。アニーイコール、安子、間違いないと思いました。クリスマスフェスティバルで再会だろうね。確かに、上白石萌音さんの安子のイメージとは違うけど、森山良子さんは、うまく演じてらっしゃるなぁと、思っています。娘から大嫌いと言われて、そのショックのまま渡米。すべてを捨てて、日本人であることも捨てて、以前の自分をすべて捨てて生きてきたなら、違うタイプになってるだろうから。来週5日間、毎日感動だろうな。今からロスが怖いです。兄イコール、安子。藤本さんにしてはつまらないな。もう一ひねりありそうな気がする。なんだかんだ、上白石さんが、安子として、最終話では登場する気がしてならない。安子とアニーは、アメリカで知り合った大親友。ってことになってほしいと希望するが、あと一周、5話しかないしな。日向は独身のまま、60歳になっちゃうのか、何より、3人のヒロインが共演するシーンがあるのかないのか。気になりすぎます。あと一周で終わるとは思えない。道場を後にした兄が、
動揺を打ち消し、まるで気を入れ替えるかのように、背筋を伸ばし、去っていく後ろ姿に、その後の安子が、いかに強く生き抜いてきたかを察した。あくまでも試験である。兄、どんな人生を生きてきたのだろう。ラスト1週間、いつ、どのような状況にて、日本語を、再び口にするのか。ルイとは、本当に期待している。ひなたが話す、あんこのおまじないへのアニーの反応から、もう安子確定ですね。岡山でのクリスマスフェスティバルには、ルイやジョーの関係者が、たくさん招待されるといいな、と思います。東京にいるトミーさんの奥様、ナイト&デイのマスター、大阪のクリーニング屋さんのご夫妻。マスターやクリーニング屋ご夫妻は高齢であろうけど、もう一度お会いしたいです。アニーは安子でしょ。違うなら誰なのか。あんなに、長々と最終回まで出るのは安子でしょ。トミーとジョーで、セッション、ルイが歌う、アニーも、そこで歌を聴きながら、思わず口ずさむ、ルイはアニーが、母と悟るみたいな展開でしょう。きっとロバートとは結婚していないんじゃ。アメリカには一緒に行ったけど、ミノルとルイのことが頭にあって。最後に、キヌちゃんがもう出てこないなら残念です。あんこのおまじないを聞いた、あのアニーの動揺した姿。これで安子じゃなかったらおかしいよね。ゆきえさんのお詫びの言葉から、また、安子への思いが強くなった。ルイは、ジョーにトランペットを吹いて欲しかったと言ってたように、やっぱ、ジョー、ルイのことを思い、ステージに立つように進めた。きっと、この日は、今まで二人がお世話になった方々を呼ぶんだろう。そして一気に大回収。おそらく、涙ボロボロだよね、きっと。それを想像しただけで泣けてくる。どうしてだろう。何が理由なんだろうと自分でももどかしいのですが、森山さん演じるアニーに感情移入できない。本当は最後まで登場人物に寄り添っていたい。だけどどうしてなのか。森山さんのアニーが登場するたびに自分の中に負の感情が出てきてしまう。森山さんの演技を見ていたくない。こんなの悲しいな。なんでなんだ。私は、アニー平川さんと安子は別人だと予想してます。アニーさんは、ロバートの知り合いで、あんこのおまじないの英訳を聞いたことがあり、安子とレイが、生き別れてることも知っているとかじゃないかな。私は、クリスマスジャズフェスティバルで、上白石萌音さんの安子で、レイと再会すると予想してます。ずっと、アニーは安子ではない派でした。すべてを捨てる覚悟で米国へ渡り、それから年月が経ち、いくらアメリカの生活に溶け込んだとしても、子供を残してきた親は、心に十字架を背負ったままで、自信を持ち、明るい性格にはなれないと思っていたからです。しかし、あんこのおまじないを全部聞けず、靴も履かずに飛び出すうろたえ方に、わからなくなりました。SNS で、これだけ安子イコールアニーと匂わせて、そのまま安子イコールアニーだったら、推理小説でこの人が犯人と匂わせた人がそのまま犯人のようなもの。なんて、馬鹿げたこと書いてる人がいて呆れた。朝ドラは、犯人探しや謎解きが醍醐味の推理小説やミステリードラマじゃないですからって言いたくなる。約一週間にわたって、アニーを通じて、安子の中に50年間残ってる自戒や葛藤を描いてるのに、自分の中の勝手な推察や妄想を正当化するために描かれてる心理描写を見ようともせず、安子イコールアニーは安直だと主張し続ける人は、朝ドラはミステリードラマじゃないってことを認識した方が良いと思う。やっぱりアニーは安子だった。岡山でのクリスマスフェスティバルで、ルイはステージに上がって、母安子との思い出の歌を熱唱する。安子、アニーも、その場で、ルイの歌を聴いて、親子が再会を果たす。最終回は、ルイが、安子をステージに上げて、
一緒にサニーサイドを歌ってドラマを締めてもらう。安子には最終回で重き使命がありますから、アニー安子で決まりです。オンチではドラマがしらけますから。ネットの声は以上です。最後までご視聴ありがとうございました。